岐阜県瑞浪市では昨夜起きた中央自動車道の土砂崩れの復旧工事が続いています。現場から中継です。土砂崩れの発生から20時間が経った岐阜県瑞浪市の中央道です。中央道沿いの山が崩れておよそ700立方メートルの土砂が流れ込んでいて、現在もショベルカーなどを使い撤去作業が続けられています。一方、土砂崩れのあった山から中央道を挟んで南側にある住宅街にも粘土状の白い泥が流れ込みました。陶器の原料を作る会社から流れ出たとみられ、住民たちは今日泥をかき出す作業に追われました。養魚の町ですので、いろんなそういう原料なんかも取り扱って見えますから、そういうことも考えられるのかなと思いますけど、どちらにしても今いろいろ原因を市の方でもまたネクスト機関と一緒に今調査してますので。陶磁器の町瑞浪市鎌戸町を襲った土砂災害、中央道の復旧のめどは立っておらず夜を徹しての作業が続きます。